はい、こんにちはと、今日はですね、試乗会に向かっております。ハーレーです。初アメリカンですね。試乗会の会場は私もつい最近まで通ってたね、あの自動車学校の方です。まあもう大型の免許も持ってるのでね、別に自動車学校で試乗会する必要は全く持ってないんですけど、初アメリカンなのでね。おっかないので、自動車学校で試乗、いやそれいいじゃない。ということで試乗会の方に向かっております。まあ前の鈴木の時も一緒ですけど、まあ、買い替えるとかそういうことの話じゃないんですが、まあね、あのいずれね、アメリカンタイプっていうのは、まあ、ちょっと興味のあるジャンルでございまして、ね、高速とか走ってたら楽そう。なんでね、どんなもんか乗ってみたいなと思うわけですよ。で、まあ、あのもうね、実際にはお昼からしかちょっと今日時間は空けなかったので、お昼からの部1時からもう始まってるんですけど、今何時かな、もう1時46分めっちゃ時間過ぎてしまう。まあいいか、4時までやってたかと思いますのでね、どれぐらい来てんのかな、ハーレー試乗会やっぱり多いのかな。お、多いね、やっぱりね、どっと見えてますよ。自動車学校の方着きました。試乗会の方行ってきたいかなと思います。初ハーレーはアイアンって書いてある XL883N ですな。はい、すみません、はい、キーがこうか、セルがこれ、あ、セルこれですか、これがウィンカーになります。あ、これがセル、もう一台、もう一台、すいません。おお、すごいな、ここか、これがウィンカーだって。へぇー。違うね。というより、なんか、腕がもうちょっと長い方がいいな、俺。気はバカみたいに、まあアメリカンだし当然だわね。はい、では2回で、準備の方よろしいでしょうか。おお、
ーバーもしないの。おお。ドコン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 。おう。あ、2回目がスラロームなんだね。うん、なるほどね。あ、これでもいいじゃないこれ。お。もう終わっちゃったよこれ。はい。お、ニュートラルに入らない。あ、入った。お、ありがとうございます。楽しいなこれ。すごいね。続けて。これに乗っとかなきゃなっていう気はするんだけどね。ハーレーだし。ロードキングスペシャルか。ウルトラリミテッドローか。まあ、せっかくなんでウルトラリミテッドロー。リミテッドロー。乗っておこうよね、やっぱり。やっぱり、まあ知らない、よく知らないけど、ハーレーって言ったらこの形でしょう。ね、うん。あ。おう。よいしょ。でか。スタンド上げます。はい、よっこいしょ。お、重た。あ、これが、これですか。おお。ウエス。ちょっと、邪魔なんかわからないですけど。ああ、わかりました。わかりましたって、これこう。すっごいな、これ。なんじゃこりゃ。笑いが出てくる。 FM とかって書いてあるこれがブレーキ。おお、こんな前。え、これ何これ。なんかもう違うもんね。すっごいな。何じゃこりゃ。もういいのかな。おう。お。お金。あ、なるほどね。お。ギアが、はい、ギアがどこにあるんだ、おい。
こでもこれはクソ楽だぜおい。なるほどな、これ足で踏むんだ。おお、あ、なるほどなるほど、なるほどなるほど、お、動き出せば楽しいもんがもうわかんねえ。でもこれブレーキとかの位置がねまだ全然読めねえんだけど。なるほどね、おー、なるほどなるほど楽しいなこりゃ。あ、もう終わっちゃったよ試乗コース短っあ、こっちか、こっちか、ちょっと。はい、お疲れ様です。はい、おお、これでニュートラル。もう減らなかったら切ってる、もう行けそうで。あ、そうですか、すんませんお、縁かな、お、おお、すごいな動き出すと軽いんですね、これね。おお、すびっくりしますあー、すごいわ、へえ、ありがとうございます。これはすごいな。あれ、もう終わりの時間なのかな。まだいいんだよね。